<laughs> あの今の国会の状況というかそこの部分をだけを切り取って話をしてもおそらくちょっと難しいかもしれませんも,もっと根本的なところからあの理解を進めななきゃいかないいかと思います <laughs> そもそもあの日本江戸時代といいますか徳川家康がなぜ鎖国をしたのかと。 そのたりからちょっとお話しさせていただきます実は日本にザビエルとか西洋人が日本に来て行ったことそしてキリスタン大名と言われる人たちというのは実は日本人を火薬人とたると50人の女たちを交換する奴隷商売をしていたわけですよ。 西洋人が関わってくるとそういったことが起こる、えー、歴史の記録ではおよそ50万人が奴隷として売り出されたというふうに言われておりますそのことを徳川家康は知っておったわけですね関ヶ原の戦いで実はエリザベス一世から 三浦安人を通じて大量の武器を受け取って関ヶ原の戦いを勝ち抜いた徳川家康はそのエリザベス1世を裏切って鎖国をしましたそれによって日本人の大量奴隷化は防がれたわけです彼らはそこで諦めたわけじゃありません明治維新によって日本を 全体を取り戻したというか取り上げたわけですね日本という国このタツノオトシゴの似たような形のこれが日本という風うに日本人が認識するようになったのは明治維新からですそれまではそれぞれの国と地方のことというかな幕府それぞれの藩のことを国と呼んでたわけですけども国家という形を作ったのは明治維新からです明治維新というのは西洋人が行ったものです彼らが 幕府側と倒幕側に武器を渡して内戦を起こしそして坂本龍馬を武器商人としグラバーの手先になったと、えー、それから伊藤博文もグラバーのところに留学しております彼らがこの実際私たちが日本と思っている国を作ったわけです結局この日本というのは最初から 彼らに所有された操られた国なんです世界の国々の状況は実際にはですねお金によって実は支配が終わってるわけですよあのお金の仕組みというのはほとんど知られてはいないんですけどもお金の発生源というのは実は私たち学校で習うのは大蔵省造幣局で作ると言ってますけども実際はほとんどが 信用創造といいう方法で得られてますそれは日銀が民間銀行に電話一本で「今年はあんたのところ100億円作っていいよ」という誰かが銀行にお金を借りに来るその時お姉ちゃんの指先からお金が発生する持ってないお金を貸,貸して利息を取るというのが銀行業です日銀に指図しているのは 決済銀行、国際決済銀行、民間銀行です。だから。こうやって作られた架空のお金を実は。スイスに。隠し預金したりすることもできる状態がある。つまり、表も裏も世界支配は終わっとるわけです。誰のお金であっても消しゴムで消す。あるいは。無限大の財産を。持たせる。自由に。 彼らにはできる状況があります。国というのは、その上、その事実を隠すカモフラージュ、看板にすぎません。で日本が。その一千兆円の借金があるというふうに、あのう、ー、散々言われておりますけれども、これも。トリックです。実は。この一千兆円借金は。ほとんどが。国債を。 民間銀行あるいは保険会社が引き受け取るわけですね国が作った紙切れを銀行に買わせて利息を払う銀行やその保険会社は国民が預けたお金を使って国債を買うわけですつまり国民は債権者です債権者なのに 自分たちが借金を引き受けてるかのようにしているかのように思わせるメディアももうインチキやってるわけで一緒になってるトリックが蔓延していますで実際の話そのお金の仕組みを政治家はほとんどまあ全く知らないと言っていいですこの国債の現実も正体も分かってません何も知らない人たちが 選、えー、選挙に出て当選すれば、えー、そうですね地方議会,議会だったら年に30回がそこらですよ。ね、年に4回1回につき10回か10日かそこ10回ぐらい出て立って座って、えー、給料もらう給料を毎月もらった上にモーナスまでもらうとてつもなくおいしい商売です。失業者が多いから立候補者も最近は増えてます。 何の能力もいりません。ね、職員たちが仕組む儀式の、うん、演者を演じればいいわけです。選挙に当選すれば皆さんはこのおいしいアルバイトを続けることができる。小敷はできなくても議員は続けられます。まあこんな手いただくんです。で政治家が政治をしているなんてのは全くのあの嘘なんですね。政治がお金の仕組みさえ知らない人間が政治ができるわけない。 法律持つまあよっと読めるかどうかと字を間違わないように読むのがせいぜいで作れる人間はほとんどおりません作ったところで多数を取って何か決めることはほとんどできない全部役人が仕組んだ通りに動いてるわけですこれがこの国の実態ですでなんでこんなふうになるかというと本来建前から言うと あの建前もよく理解されてないんですけども民主主義というのは住国民の代表住民が選んだ人間が官集団役人集団を監視管理するチェックするというのが本来の民主主義のあり方ですなんですけどもこの概念さえも理解されてないわけですよ。皆さんの代表が競争して 自分たちの好きなようにしていいんだというようなふうな認識を持ってて実際にはど,どの政党が誰が議員になっても長になっても動けないように実際にはその役人組織集団が好きなように動いてるとこういう手をいただくでございます。でじゃあそういう状態で4年間過ごしてまた選挙に出る、まあとてつもなく厚かましいわけですよね。 実際はあの給料に見合った仕事なんんかしとらんわけですよそういった人間が職員に向かって給料に見合った仕事をしろなんて数字違いでしょうんじゃあそれを直すには住民が政治家を疑わないかんです疑う,疑うとチェックするせないかんわけですねチェック機関とか言いますけど実際にはもっと分かりやすい言葉で言うと疑うということなんですねあの 例えばコンビニに買い物行って1万円札を出すそうすると店の人とお客さんが一緒にそのお釣りを数える、うん、それによって店の人もち,ちゃんとした仕事をしているお客さんも間違いのないお釣りをもらうこれが信頼信頼用ですよ、ね、こ,れこれがちゃんとした仕事なんですよこれは疑い作業だこれをやることによってそこの、まあ、コンビニの価値が高まるわけですね うん。であの内容に見合った支払いができるこの作業をせないかんわけです住民も選挙だけでなくて仕事の仕事をチェックしてやらないかんそうすると政治家は役所をチェックできるわけです、うん、チェックというのはつ,くつまり磨くということなんですね磨けばた磨かなきゃ弾は光らないわけですよ埃をかぶったままにおる 市民がちゃんと毎日でも電話して今日何してましたぐらい言ってやればあな何かせないかんのだとねなりますわねそして、えー、役所行ったらあこんなにあの分からないでやってんだということが分かって修正に向かうわけですようん本当にあの役所っていうのはその決まりだった給料で先輩方がやってきた通りそれを変えようとなかなかしないわけですよ 自分の職場の変な状況っていうのに気がついてもそれを変えようなんてしません。例えば、この間選挙ありましたけども、投票の時に、あの、蓋を開けて、ですはい、見せました。蓋を閉じて、鍵をして、封印をする、ハンコを押す。立ち会い人がやりますけども、この封印というのを確認、開ける時まで、開ける時も確認をしないんです。つまり、 封印には何の意味もない。ただのインチキですよ。ね、いつでも、その見、見てる見てなければ、入れ替えることができる状況があるわけです。うん、この、これに対して疑問おかしいなって言った人が今までいない、ね。私はこの間言ってきましたけど、ではこんな状況なのかっては、知らなかったですよ、私もこんなふうにしてるなんていうのは。で、でそして立ち会いに聞いて、おかしいと思わないかって言ったら、 思わないんですね。<laughs> 立ち合いにも思わないんですよ、これ。えーって。ほんで、まあ、この間、戦艦に行って、あなたたちはね、これ、本当にこれでいいと、いいのか、ちょっと上の方に全部聞けって言って。ね、あなたたちは、あの、今までやってて間違いないって言う資格はないんだよって。ね、小学生でもわかる導入の通らないことなんだから。で、政府というかな、総務省かなんかどっか知らんけども、その役所上の方が、それでいいんだって言ったら、それをちゃんと報告しろと。ね。 こんないい加減な国だっちゅうのあなたたちの責任じゃなくてそれを決めた人間たちの責任として物言えと言って調べてこいって言ってありますうんまあこんなことがいっぱいあるはずですうん投票にしてからこの調子なんですから、まあ、あらゆるところにあると言って考えて間違いないと思いますだか日本というふうに日本人が認識するようになったのは明治維新からです それまではそれぞれの国と地方のことというかな幕府それぞれの藩のことを国と呼んでたわけですけども国家という形を作ったのは明治維新からです明治維新というのは西洋人が行ったものです彼らが幕府側と倒幕側に武器を渡して内戦を起こしそして坂本龍馬を武器商人とし グラバーの手先になったと、えー、それから伊藤博文もグラバーのところに留学しております彼らがこの実際私たちが日本と思っている国を作ったわけです。結局この日本というのは最初から、えー、彼らに所有された操られた国なんです。世界の国々の状況は実際にはですねお金によって実は 支配が終わわってるわけですよあのお金の仕組みというのはほとんど知られてはいないんですけどもお金の発生源というのは実は私たちが学校で習うのは大蔵省造幣局で作ると言ってますけども実際はほとんどが信用創造という方法でやられてますそれは日銀が民間銀行に電話1本で今年はあんたのところ100億円作っていいよという。 誰かが銀行ににお金を借りに来る。その時お姉ちゃんの指先からお金が発生する持ってないお金を貸,貸して利息を取るというのが銀行業です。日銀に指図しているのは決決済済銀銀銀行、国際決銀行、行国際民間銀行です。だからこうやって作られた架空のお金を実は水スに隠し預金したりすることもできる状態がある。 とてつもなくおいしい商売です失業者が多いから立候補者も最近は増えてます何の能力もいりませんね職員たちが仕組む儀式のあ演者を演じればいいわけです選挙に当選すれば皆さんはこのおいしいアルバイトを続けることができる「小事はできなくても議員は続けられます」まあ、こんな手いただくんです で政治家が政治をしてるなんているななんんののは全くのあの嘘なんです、ね、政治がお金の仕組みさえ知らない人間が政治ができるわけない法律持つまあよっと読めるかどうかと字を間違わないように読むのがせいぜいで作れる人間はほとんどおりません作ったところで多数を取って何か決めることはほとんどできない全部役人が仕組んだ通りに動いてるわけです。 ここれがのの国の実態です、すで、なんでこんなふうになるかというと、本来、建前から言うと、あのー、建前もよく理解されてないんですけども、民主主義というのは住、国民の代表、住民が選んだ人間が、官集団、役人集団を監視、管理する、チェックするというのが本来の民主主義のあり方です。なんですけども。 ですよ皆さんの代表が競争して自分たちの好きなようにしていいんだというようなふうな認識を持ってて実際にはどの政党が誰が議員になっても長になっても動けないように実際にはその役人組織集団が好きなように動いてるとこういう手いただくでございます。でじゃあ そういう状態で4年間過ごしてまた選挙に出るまあとてつもなく厚かましいわけですよねつまり表も裏も裏世界支配は終わっとるわっるけです誰のお金であっても消しゴムで消すあるいは無限大の財産を持たせる自由に彼らにはできる状況があります。国 というのは、その上、その事実を隠すカモフラージュ、看板にすぎません。で日本が、その一千兆円の借金があるというふうに、あのー、散々言われておりますけども、これも。トリックです。実は。この一千兆円借金は。ほとんどが、国債を。民間銀行、あるいは。保険会社が引き受け取るわけですね。 国が作った紙切れを銀行に買わせて利息を払う銀行やその保険会社は国民が預けたお金を使って国債を買うわけですつまり国民は債権者です債権者なのに自分たちが借金を引き受けてるかのようにしてるかのように思わせるメディアももうインチキやってるわけで一緒になってる。 トリックが蔓延しています。で、実際の話、そのお金の仕組みを政治家はほとんど、まあ全く知らないと言っていいです。この国債の現実も正体も分かってもへん。何も知らない人たちが、えー、選挙に出て当選すれば、えー、そうですね。地方議会議会だったら年に三十回がそこらですよ。 年に4回1回につき10回か10日かそこ十回ぐらい出て立って座って、えー、給料もらう給料を毎月もらった上にボーナスまでもらう実際はあの給料に見合った仕事なんんかしとらんわけですよそういった人間が職員に向かって給料に見合った仕事をしろなんて数字違いでしょ、うん、じゃあそれを直すには住民が政治家を 疑わない感じです疑う,疑うチェックするせないかわけですねチェック期間とか言いますけど実際にはもっと分かりやすい言葉で言うと疑ううとということなんですねあの例えばコンビニに買い物に行って1万円札を出すそうすると店の人とお客さんが一緒にそのお釣りを数える、うん、それによって店の人もちゃんとした仕事をしてるお客さんもは間違いのないお釣りをもらう。 これが信信頼、信用ですよ、ねこれ。これがちゃんとした仕事なんですよ。これは疑い作業なこれをやることによってそこの、まあ、コンビニの価値が高まるわけですね。うん、であの内容に見合った支払いができる。この作業をせないかんわけです。住民も選挙だけじゃなくて仕事の仕事をチェックしてやらないかん。 チェックでできるわけですよ。うん、チェックというのはつ,くつまり磨くということなんですね。磨,けば磨かなきゃ弾は光らないわけですよ。埃をかぶったま,までおる市民がちゃんと毎日でも電話して今日何してました?」ぐらい言ってやれば「ああ何かせないかんのだと、ね」となりますわね。そして、えー、役所行ったら「ああこんなにわからないでやってんだ」ということが分かって修正に向かうわけですよ。 うん、本当にあの役所っていうのはその決まりだった給料で先輩方がやってきた通りそれを変えようとなかなかしないわけです、うん、自分の職場の変な状況っていうのに気が付いてもそれを変えようなんてしません例えばこの間え<へー> <laughs> あの今の国会の状況というかそこの部分を だけを切り取って話をしてもおそらくちょっと難しいかもしれませんも,もっと根本的なところからあの理解を進めなきゃいかないと思います <laughs> そもそもあの日本江戸時代と言いますか徳川家康がなぜ鎖国をしたのかとそのあたりからちょっとお話しさせていただきます実は日本に えー、ザビエルとかん西洋人が日本に来て行ったことそしてキリスタン大名と言われる人たちというのは実は日本人を火薬人とたると50人の女たちを交換する奴隷商売をしていたわけですよ西洋人が関わってくるとそういったことが起こる。えー 歴史の記録ではおよそ50万人が奴隷として売り出されたというふうに言われておりますそのことを徳川家康は知っておったわけですね関ヶ原の戦いで実はエリザベス一世から三浦安寺を通じて大量の武器を受け取って関ヶ原の戦いを勝ち抜いた徳川家康は そのエリザベス,エザベス一世を裏切って鎖国をしましたそれによって日本人の大量奴隷化は防がれたわけです彼らはそこで諦めたわけじゃありません明治維新によって日本を全体を取り戻したというか取り上げたわけですね日本という国この辰野お年頃の似たような形のこれが